適当に高い酒注文しといたから、目が覚めたら勝手に払ってひなみ沢に帰るんじゃない？飲んでもない酒代払ってくれるとか、よくできたかもじゃん。まあね。なんか別れた奥さんからの慰謝料がかなりあるらしくて、私が言えば何でも買ってくれるし。あんたに相当入れ上げてるね。昔の男に手切れ金がとか言ったら全財産むしり取れるんじゃない？でしょうね。そいつ間抜けすぎじゃん。ねえねえ、誰か協力してくれる男いないの？エナが頑張らないと。もっと頑張らないと。頑張らないと。頑張らないと。